続きまして学術交流です。これは国際シンポジウムという形で、学術の分野で交流をしておるところであります。このシンポジウムという言葉の語源はギリシャの共演ですね、宴会という言葉から由来をしております。現代でも学術交流の後ほとんどの場合歓談をする、飲食をして歓談をする場を設けて、そこで本当の交流がなされることが多いと思います。これも古くからの歴史を持つものです。